大船渡市民文化会館、私立図書館、リアスホールは、岩手県大船渡市にある複合公共施設。正式名称は、大船渡市民文化会館及び、大船渡市立図書館である。大船渡市街が少し離れた山裾に立つ。地域の名称である、穴通り層をモチーフとしてデザインされている。三陸の海をモチーフとしたデザインは館内にも共通し、 ホール内の天井は空を漂う雲、壁は打ち寄せる波、客席は岩や船団、座席モケットはさざ波を表現している。設計者は荒市役。同じく新居が手掛けた水戸市立西部図書館は、市長の指名に基づき市長の思想を反映して、設計した建築物であったのに対し、投資説はプロポーザル方式で選ばれ、50回を超える。 ワークショップを繰り返すことで設計した建築物である。当初は市民会館として計画されていたが、ワークショップを重ねた結果、市民の要望で図書館機能が追加された。市民会館と図書館の複合施設となったことで、施設全体の稼働率が上がり、結果として個別に整備するよりも費用圧縮ができた。2009年の日本建築大賞を受賞している。 原則として、大船渡市内在住、または市内に通勤、通学している人を対象に貸し出しを行っているが、当面の間陸前高田市と住田町の住民も資料の貸し出し可能である。開館時間休館日、毎週火曜日、年末年始及び蔵書点検期間、大ホールマルチスペース。ありがとうございます。